はい、皆さん、こんにちは。カゼンドです。今日もね、パワープルアプリやっていきたいと思います。で、今日はですね、SR ガチャ券を引くっていうことと、あと、お知らせで来ているね、2600万ダウンロード記念ガチャ。こちらもですね、SR 以上確定ということでね、この2つ引いていきたいと思います。まず2600万ダウンロードなんですけども、結構いろいろキャンペーンがあるそうで、9月の2日から、本日からです、明日からですね、7日まで、毎日、金の試合補助券と調子マックスドリンクを1日1個ずつプレゼントということがあります。で、もう一つ、スタジアムで獲得できるメダルが増量。これ結構嬉しいですね。毎月ね、まあ今日も引いていくんですけど、SR 確定のチケットをいただくときに、やっぱり10万枚、ストアメダル貯めなきゃいけないんですけど、そういうね、地道なメダルをね、集めるの大変なんですけど、こういう期間にね、一気に試合しっかりやっておくことで、溜まりやすいということで、これは嬉しいですね。あとですね、ノーマルガチャの10連ガチャを回すと、ゲドウクンゾウが必ず1枚出現。で、ゲドウクンゾウは金、銀、銅のいずれかが一定確率。これもね、レベルアップのためには嬉しいですね。試合をしっかり、スタジアムですか、やることによって、このガチャが回せるようになって、10連ガチャの場合、ゲドウくんが必ず出る。うん。この流れが結構いいなと思います。で、イベキャラの強化大成功確率がアップ。うん。ということで、まあ、今までね、ここ、なんだ、SR とか BSR とかたくさんね、ガチャで引いたかと思うんですけど、レベル上げをしましょうよっていう感じですかね。うん。まあ、私もね、これを機会に、ちゃんとレベル上げしていこうかなと思います。では、早速ガチャを引いていきましょう。もうね、すでにこのメダル交換所から SR ガチャ券とかね、天才の入部届とか獲得をしております。なので、まあガチャを引いていきます。どっちから引こうかな？まあどっちもね、SR 確定なんですけど、まあせっかくだったらね、2600万ダウンロードの方からいきますか。おまけとして天才の入部届がね、1個いただけるっていうのも嬉しいですね。まあただ残念なのがお一人様1回限りです。これ2、3回できたらね、結構嬉しいんですけど。うん。で、いただける選手というのが、どこだ？ここですね。結構いろんなキャラ、うん、出るんで、誰かな？はい。じゃあ早速引いていきたいと思います。ガチャル！さあ来い！うん。キラーン。パーンと。さあ、何枚？ 1 枚。うん、安定した。おー、これはどうなんだ？脆い。うん。地味な印象の外野手。外野手なんだ。なんか、雰囲気的に、裏がっぽいんで、なんか内野手っぽいイメージが勝手にありました。うん。まだ一回も使ったことないんで、どんな選手かわからないんですけど。うん。まあ、ちょっと調べてみてね、使ってみて良さそうだったら、やっていきたいですね。よいしょ。さあ。R しか出てない。PR も来い。わ、なんか珍しいね。全然 PR 出なかった。はい、という感じで、もうこの1回っていうのはね、終了なので、消えてしまいました。さあ、続いて、チケットガチャ。これはですね、9月に入ったということで、チケットからいただいた。チケットからいただいた。ショップで交換したですね、SR ガチャ券になります。さあ、来い！うん。演出は一緒だな。先ほどと同じ演出ですね。さあ、誰？うん。佐久間。これは上限解放とかでもあるんでね。結構嬉しいですね。はい、という感じになっております。まあね、試合とか、スタジアムですか。しっかりやっていくとかね。まあ、サクセスやらなきゃいけないとか結構、うん、大変ですけど。まぁ、ちょっと研究しながらね、やっていきたいなと思います。実はね、今、天才の入部届で3枚あるんですよ。まぁ、今日これでね、ガチャで引いたので3枚なんで、まぁ、ちょっとここら辺でね、なんかいい感じのサクセスを1本あげれたらいいかなーなんて思っております。はい、そんな感じでね、今日の動画は終了したいと思います。また引き続き動画でお会いいたしましょう。バイバイ。